ネバラジ。皆さんこんにちは。ここからは福島大学学生ジャーナリストチームがお送りする芽生えの種、通称芽生ラジのお時間です。今回は3年のメイと3年のはるかと1年のかすみの3人でお送りします。この番組は私たち福島大学学生ジャーナリストが学内外のコミュニケーションの推進を目的に、学内のさまざまな人、団体、組織を紹介していくラジオ番組です。15分という短い時間ではありますが、ぜひ最後までお付き合いください。今回も前回に引き続き、ゲストには共生システム理工学類生物環境コース教授の堤忠明先生にお越しいただいております。今回は先生の研究内容についてお聞きしていきたいと思います。芽生ラジ。それでは早速お話を伺っていきたいと思います。ではまず最初に、堤先生の研究内容についてお話お聞かせ願えますか。はい、わかりました。今やってる研究は、一番多いのは地域の昆虫層といって、その場所に、どんな昆虫が、住んでいるのかっていうようなことを調べるっていうことが、多くて、あとはその昆虫がどういうその生態的な特徴を持ってるか、生態的特徴っていうのは例えば生活史だったり、いつ卵がかえって、いつ繁殖して、いつ幼虫がこう、成虫に羽化するかみたいな、そういう、研究だったりとか、あとはその虫が何を食べているかみたいな、その食性解析っていうんですけども、そういう、ものを調べたりとか、あとは僕がもともと、昆虫の形態学とか発生学っていうのが専門なので、例えば昆虫の体の中でどういうふうに卵ができてくるのかとか、あと卵の中でどうやって幼虫がこうできてくるのかとか、あとはその昆虫に見られるさまざまなその構造がどんな役割を果たしているかみたいなことを顕微鏡を使ってこう調べるみたいな、そんな研究を主にやっています。お話の中にあった昆虫層なんですけど、はい、こう一般的にこう聞きなじみがない言葉だと思うので、もしよろしければ説明していただきたい。そうですね、層っていうのはその場所に、どういう生き物がいるのかっていう時に使う言葉で、だから昆虫層っていうのはそのどんな昆虫が住んでいるのかっていう、そんな意味に捉えていただければいいかなと思います。例えば福島県の昆虫層というと、福島県にはどんな昆虫、どういう種類の昆虫が住んでいるのかっていうのを調べて、それをリストアップするみたいなイメージですかね。で、具体的に言うと、例えば僕らの研究室は結構川とか湖とか沼とか池とか、そういうところで昆虫の調査をすることが多いんですけども、皆さんがよく知っている猪苗代湖だったら、猪苗代湖の昆虫層というと、猪苗代湖の中にどんな虫が住んでいるのかっていうのを調べて、何種類ぐらいいるかとか、その中に絶滅危惧種がどれぐらいいるかとか、あるいは外来種がどれぐらいいるかみたいな、そういうのを調べるのを昆虫層の研究っていうふうに言います。素朴な疑問なんですけど、そういう土の中にいる小さい昆虫を見つけるときって、どうやってそのピックアップするんですか、虫を。なかなかいい質問だと思いますね。それを直接ピックアップするのはやっぱりなかなか難しいので、とかもうほとんど物理的にはできないので、実は落ち葉とか土の中にいる昆虫、昆虫だけじゃありませんけども、そういうところに住んでいるその生物を調べる方法っていうのがありまして、ちょっと専門的な名前になっちゃうんですけども、ツルグレンファネルっていう名前で呼ばれている機械があって、機械というほどのものでもないですけども、土の中にいる生き物とか落ち葉の中にいる生き物っていうのは基本的に光をあまり、好まない、暗い環境が好きで、あとはその湿った環境、だから乾燥した環境が好きではないものが多いので、例えば土とか落ち葉を取ってきて、そのツルグレン装置っていう装置の中にこうセッティングして、上から強力な、光と熱をライトで、当ててやると、その土の中とか落ち葉の中にいた生き物が嫌がって、その当てられてるライトとは逆方向にどんどん移動していくんですよ。で、それらがその移動した先にそれらを集める、
例えば液体アルコールみたいなものを置いといてやると、うん、まあ、かわいそうなんですけども、逃げた先がそういうアルコールの、液体の中に入っていて、まあ、結果としてその落ち葉とか土の中にいる生き物が全部そこに捕まってしまうっていう、そういう、まあ、原理で捕まえることができます。そういう方法で調べています。どのくらいいるもんですか、土の中とか落ち葉の中に。具体的な数字は場所によって環境によって違うんですけども、はい、もちろん、はい、すごく豊かな自然が、まあ、残されているっていうふうに例えば言われているような、うん、環境だと大人の、一人の大人が、一歩、踏み込んだ足の大きさの下に、はい、本当に数万という数 の、 その、まあ、土壌動物っていうんですけども、はい、ダニとか、そういうものも全部含めたものがいるというふうに、言われています。私たちが土だと思ってるものがもう動物の、ね、まあ、虫の集まりだったりする。土だとそんなにたくさんはいないですけども、うん、だから落ち葉なんかの場合は、うん、その落ち葉を分解するさまざまな、まあ、昆虫も含めてですけどもがいるので、じゃないとそういうものがたくさんいてくれないと落ち葉が毎年毎年堆積されしていくと森が埋まっちゃうじゃないですか、はい、だからそういうものをちゃんと、まあ、我々専門的には破砕っていうんですけど、細かく砕いて、でそれをまあ最終的にはバクテリアの仲間とかが分解して無機物にしてくれるんですけども、そういう破砕してくれるような昆虫とかダニとかそういう仲間が数万のオーダーで いるというふうに砕いてます。砕いてる、そうですね、まあ、食べて砕いて食べるときに砕いて、はい、でそれをまあ糞として出す、でその糞がさらにまあ細かくなっているので、それを細菌の仲間とかがさらに分解して無機物に戻してくれている、そういう感じですかね。なので分解者とは言わないで破砕者っていうふうに言いますけど。へえ、なるほど。そういうのまとめて高校の生物基礎とかだと分解者っていうふうに、うん、そうですね、高校では分解者っていうのは有機物を無機物に分解するものっていうふうに多分定義されているので、はい、昆虫とかその今言った破砕者の仲間は無機物には分解できないので、有機物を細かくする、だから本当の分解者が分解しやすいようにするっていう、そういう意味で破砕者っていう、シレッダーの役割をしてくれてる。そうですね、いい問いだと思いますね。なるほど、はい、へーって感心しちゃった。昆虫層ってどういうふうに活用されてるんですか？そうですね、今も言いましたけど、どこにどういうその種類の、昆虫がいるかっていうのを調べると、その中にその絶滅危惧種っていうのが、まあ、含まれていたりとか、あるいは外来種っていうのが含まれていたりするっていうことが分かってくるので、まあ、そうするとその生物たちの中から、まあ、何を優先的に守ったらいいかとか、そういう、まあ、絶滅に瀕しているものを守るためにはどういう環境を維持しなければいけないのかってことを、まあ、考えることになるので、まあ、そういうその、まあ、昆虫を含めた、まあ、生き物たちが住んでいる環境を守る、その守り方を考える、そういうツールにはなるのかなっていうふうに思っています。うん、なるほど、なるほど。そうです、やっぱりこう目安があれば守りやすいですね、はい、うん、何がいるかわからない状態だと、はい、どう守っていいのかもわからないですけども、はい、どんなものがいるかっていうのがわかると、どう守ったらいいのかとか、何を優先的に守ったらいいのかっていうのが分かってくるので、まあ、そのための基礎資料というか基礎データを提供するっていうような、はい、位置づけで研究をしています。なるほど、ありがとうございます。先生はこう昆虫層の研究をなさってるっていうことなんですけど、はい、まあ、やっぱりたくさんの昆虫を採集すると思うんですけど、はい、その中でその大切にしていることとかって、はい、研究する上で大切にしていることって何ですか？そうですね、大切にしていることは2つあって、1つはやっぱりその生き物を扱っているので、どうしても研究をするとその生き物を殺してしまうことになります、うん、はい、で、まあ、昆虫、今言ったようにその、一歩の下に数万という、まあ、昆虫だけじゃないですけども、土壌動物だったらいるので、まあ、落ち葉を集めてきて、そこからその昆虫も含めた土壌動物を集めようとすると、すごくたくさん の種類のものを殺してしまうことになります。で、それを、まあ、研究するものとしては、自覚をしてその生き物の命を無駄にしないような形でそのデータを取る、だから採集してきた昆虫は必ず標本にするとか、
あるいはそのデータをちゃんとつけて、残すとか、まあそういうことは必ずするように心がけています。もう一つは、やはりその得られたデータを、研究者の自己満足に終わらせないで、社会に還元するっていうことがとても大事じゃないかなというふうに思っています。で、まあもちろん、僕のような研究者が、その学会で発表するとか、論文を書くってことももちろん大事なんですけども、学生も、卒業研究だったりとか、修士論文の研究なんかで研究すると、たくさんの、生き物を殺すことになりますので、そういった学生が取った様々なデータをちゃんと、まあ、研究会とか、まあ、報告会とかで地域の方にこう発表してもらうとか、あるいはその、なんかリーフレットみたいな形でまとめて、地域にそういうのを収めて、地域の方が見られるような形の社会還元っていうのをしっかりとやるようにするってことを大切にしています。なんか他の学問よりも、生き物の命は使ってるから、もうさらに先行研究の取り扱い方というかが大事になってるってことですかね。そうですね。そこはやっぱり大事にしていかないといけないというか、忘れてはいけない部分かなというふうに思いますね。なるほど。なんか、そうですね。気軽にこう、牛だって言ってよく殺しちゃったりとかするんですけど。大丈夫今の。大丈夫かな。ダメだったら多分カットになると思うんですけど。こう、はってやっちゃうけど。うん、まあ、その虫にもやっぱり命があるわけでってなるとちょっと重みが変わってくるなっていうふうに、まあ、意識することが多分大事なんでしょうね、うん、そこはね。だから害虫とか、まあ、蚊の仲間とか、まあ、いわゆる衛生害虫みたいなものに、はいはい、対してはその殺すことに対していちいち罪悪感を感じるってことは本当に必要かっていうやっぱり議論はあるとは思うんですけども、はい、やっぱりその殺してしまったその虫にも命があるってことを意識するってことは、うん、もしかしたら大事なのかなっていう気がします。なるほど。じゃあそうですね、先生に関する資料を読んだ時にその生物多様性を重視した取り組みを行っているっていう話を聞いたんですけど、はい、具体的にどのようなことをしているのかっていうのをお聞かせ願いますか。生物多様性を重視した取り組みを行っているという自覚を持っているんですけども、はい、それがなんか特殊なことでは決してなくて、うん、まあ、私たちがやっているあるいは私の研究室がやっている内容は基本的に全て生物多様性を重視することにつながっているのではないかと思うんですね。で、生物多様性というのは生物多様性条約という国際条約があるんですけども、その中で3つのそのカテゴリーに分かれていて、1つは種の多様性、まあ、たくさんの種類がいますよっていうこと。だからもう一つは種内の多様性、あるいは遺伝子の多様性と言われる、一つの種の中にもその遺伝的に違う様々な、ものがいるっていう、まあいうことが言われてます。あともう一つは生態系の多様性っていうのがあるんですけども、でそういった様々な生き物たちがお互いにこういろんな関係性を築きながら生きている。そして一つ一つの生き物だったり種類だったりが個性を持っている、遺伝的な違いっていうのは個性ってことだと思うんですけども、そういうのを意識した研究をあるいはその教育をするっていうことが生物多様性を重視した取り組みっていうふうにつながるんではないかというふうに考えています。まあ、わかりやすい例で言うと、まあ、外来生物なんかの例がわかりやすいんじゃないかと思うんですけども、今結構外来生物がいろいろ問題になっていて、みんな駆除するじゃないですか、はい、なんか外来生物イコール悪みたいな感じで、外来生物がいたらそれは全部駆除しなければいけないみたいな風潮があるんですけども、うん、はい、外来生物がその取り除かれたことによって、その生態系がどうバランスが維持されるのかとか、もしかしたら崩れるかもしれない。うん、もう生態系の中にガッチッとこう入り込んでしまっている外来生物もいるので、なので、どれぐらいの外来生物を取り除くとどういうその影響がその生態系に出るのかっていうのを考えるとか、まあ、そういうことを意識しながら駆除をするみたいな、それが多分生物多様性を重視する取り組みにつながると思いますし、そういうことを一般の方にこういろいろと教えてあげる、まあ、それ環境教育ですけども、そういうのもやはり、生物多様性を重視した取り組みになっているんじゃないかと思います。そういうのを全部総じて生物多様性を重視した取り組みっていうふうに呼んでいます。なるほど。やっぱりあれですかね、こう環境教育っていうのがその取り組みの中では一番重要視してるっていう。
そうですね、まあ、研究とはちょっと違ってしまうかもしれませんけども、はい、まあ、さっきも言ったその、研究成果の社会還元とかにも通じると思うんですけど、私たちそういう専門的な知識を持った人間が正しい、生態系の在り方だったりとか生物多様性の在り方っていうのを一般の方に教えて差し上げるっていうことがやっぱり一つ、まあ、大事なところで、それが生物多様性を守ることに多分つながっていくと思いますので、まあ、そういう意味では環境教育っていうのはとっても大事な私たちの仕事の一つじゃないかというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。で、最後になんですけど、はい、昆虫が人間にもたらす新しい技術があるっていう話を聞いたんですけど、はい、まあ、どういうものがあるのかなっていう。はい、直接うちの研究室とかでそういう研究してるわけでは決してないんですけども、はい、最近よく使われる言葉でバイオミメティックスっていう言葉があって、その生物が持っているその、形態とかの機能を人間が応用するっていう、まあ、考え方で、まあ、例えば分かりやすい例で言うと、皆さんが嫌いな蚊が人間の血を吸うんですけども、はい、気がつかないじゃないですか、うん、はい、あれ口で刺されているのに気がつかない、つまり痛みを感じない、はい、でいうことで、その蚊のその血を吸う口の部分を、研究して、どういう形になっているのかっていうのを研究して、それに基づいて痛みがあんまりない注射針を開発するっていうことにつながるんですよ。もう実際にそれは使われている技術なんですけども、うん、そういう昆虫の持っている形態を、使って人間がそれを応用して人間生活に利用するっていうようなことが、その昆虫の持っている技術を使うっていうことで、うん、まあ僕が専門で研究している昆虫にアザミウマっていう名前の、はい、虫がいるんですけども、うん、カメムシっていう臭い匂いを出す、はい、昆虫に近縁な非常に小さい、数ミリしかない小さい昆虫なんですけども、その虫の羽がですね、とっても変わっていて、羽の本体が細長くなっていて、その周りに長い毛がいっぱい生えてるんですよ。でこんな変な羽をして本当に飛べるんだろうかって思うんですけども、うん、これが実はエネルギー効率を考えるとすごく、効率のいい羽の構造になってるらしくて、でこれを人間が例えばヘリコプターとかの その羽を開発するときに応用できないかみたいな研究が進められていたりもします。なので、直接的に私たちの研究が、すぐ技術に役立つわけではないんですけども、そういった今まで知られていないような昆虫がどんな形態を持っているのかっていうことを明らかにすることによって、具体的にそれを技術開発する人たちが、使ってくれるっていうところに、まあ、結びつくこともあるんではないかなというふうに思っています。はい。ありがとうございます。ここまで堤先生の貴重なお話をお聞きしました。メバラジ。そろそろお別れの時間となってしまいました。今回のメバラジいかがでしたでしょうか。ということで、まあ最後なので感想の方を一人ずつお聞きしたいと思います。はい、はるかちゃんお願いします。興味深かったです。はい、昆虫ってこの年になるとどっちかっていうとこう目を背けたくなる存在というか、見つかったらうわーって叫びたくなっちゃうような存在なんですけど、今日のお話聞いてもう見れば見るほど面白いんだなっていう風に思いました。特に技術に応用するとか、まさになんかそうなるべくしてなったというか、なんか独自の変化を遂げていってすごいなっていう風に本当に興味深く感じました。はい、ありがとうございます。じゃあ、かすみちゃんお願いします。はい、と私も昆虫は苦手な方だったんですけど、研究をする上で大切にされていることということで、その命の重みの話だったり、あとはその過渡注射器の話だとか、その昆虫の方から人がなんかもらっているものがあったので、そのむしろ人間は昆虫に何もできてないような気がしているので、なんか昆虫ってありがたいんだなって思いました。はい、完璧な感想じゃないですか。すごい感心しちゃった。もう3年生脱帽負けましたって感じで、じゃあすいません、堤先生に
まあ、今回出演していただいた感想の方をお聞かせ願います。はい、本当に読んでいただきましてありがとうございました。普段やっぱり僕が研究の話するのって、研究室にこう入ってくる3年生後期ぐらいから4年生とか、まああるいは大学院生とか、まあ広げても生物環境コースの生物系の研究室にいる学生たちとこう話をすることが多いので、そうではない皆さんといろんなこうお話ができて、いろんな感想だったり質問をいただくことができて、とっても僕にとっても新鮮な感じがしました。で、ちょっと昆虫に対する見方が変わったというふうに言ってくれて、昆虫研究する人間としては非常にありがたかったです。まあこういう機会をいただけて本当に嬉しかったです。どうもありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそっていう感じで、最後に言ったんですけど、なんかそうですね、なんか知らないものの恐怖ってやっぱ大きいなっていうふうに思って、今回お話を聞いて、なんか知らないからこう、まあ、怖がる。でも今回こう昆虫についてこう、まあ、お話を聞いたり、その昆虫に対する考え方っていうか、そういうのを聞いて、なんか面白かったんだっていう、なんかどちらかっていうと恐怖心よりも今はこう興味の方が湧いてるんで、本当なんか知識って大事なんだなっていうふうに今回のラジオを通して思いました。堤先生、前回に引き続き本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。この番組ではリスナーの皆さんからの番組への質問や感想、ゲストのリクエストを Google フォームにて募集しています。学内でお聞きの方はこの画面に出ている QR コードから、 YouTube でお聞きの方は概要欄にあるリンクから記入することができます。メバラジの最新情報は Twitter ハッシュタグメバラジで検索してみてください。メバはひらがな、ラジはカタカナです。学生ジャーナリストのインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。また私たちと一緒に活動してみたいという方も随時募集しています。活動に興味がある方はぜひ同じ Google フォームからお問い合わせください。メバイの種、制作は福島大学学生ジャーナリスト放送班。今回のお相手はメイト、はるかと、かすみと、共生システム理工学類の堤忠明でした。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバーイ。